おいしい。これいやさすがに超絶おいしい。ここまで見たらすごいもんだなみたいな。これはカキか。ノルウェーのブランド。もうみんな取り出す。ノルウェーサーモンです。ノルウェーサーモン。なんか色合いがいいですね。ねえ。ノルウェーも日本向きにもやってるからね。あ、もうそうでしょう。日本人の味覚に合わせたものしてるでしょうね。天使の誘惑。なんだそれ。誘惑が入ります。あ、それ綺麗に撮れてるね。色いいですね。いい。うん、すごい。今日はそのために今日のモニターで熟成させるんで、熟成はやっぱりします。これは何肉？これがね、三角前。はい。普段、うん、ここが何したっけ？肩の肩の。うん。座ってない。あんまり効かない部位ですよね、一般的に。そうです。まあ焼肉屋さんって結構います。江川さんの骨かつ言うと肩肉と肩の肩をお腹に近い。うん。それも細分化されてるんですか？今そうですね。あ、そう。そう、ここで飛ぶし、音を言います。録音してます。まあ、録音してるから、そのまま録音できます。はい。富士レンズいいんですか？写真以外はもう、はい。でも、基本的に、ほら、まだ復帰するまでじゃないんで。テリトリーである、営業弱者がいないかな。だけど、ビビオだろうが、飲食だろうが。まだ俺か。藤本さん、今日はどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。23日、相当連絡が。ですよね。トマトジュースでも一切使わない。ああ、なるほど。トマトまるまる一つ使う。イエーイ。イエーイ。ホテルとかだとガブガブ飲むからすぐわけわかんない。今日まだ普通だよね。そうそうそう。ただ声が出た。それは柳井さんがいる。なんか前の時もそうでしたけど、もう最後はもう仕事の話がしなかった時はもう飲みまくってる時ですよね。そうそうそう。もうここの願いかけてる人呼ばれてるとは無視しちゃった。基本的には泊まったバルバラ一つと別はウォッカになってます。僕から邪魔しないからね。あー美味しそう。よろしく。ありがとうございます。おい、おい、ありがとう、ありがとう。